シュウペイ、痛恨の負傷交代。中日の三塁手、高橋周平内野手がアクシデントに見舞われた。5回に足を引きずりながらベンチへ引き上げ、6回の守備から交代となった。周平さん、周平滑ったか。あれ、周平。5回、西三塁の守り、北村の放った三遊間のゴロをさばき、踏ん張りながら一塁へ送球。だが、バランスを崩して倒れ、左翼のカリステが駆け寄った。アスクジーター、やべえじゃん。やめてくれよ、これあかんやつや。高橋周平はトレーナーに付き添われながらベンチ裏へ。球場も騒然となった。あっかん、おい、一人で歩けてねえじゃん。つったくらいであってくれ。周平滑ったんかよ。継承を祈るしかないわね。